やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜です。はい、現在ですね、よいしょ、12月21日水曜日の午前1時34分になろうとしております。さて、いよいよ最終回ですね。山のすすめネクストサミット、これ今回だけで富士山登頂するんかな。やっとしたらちょっと駆け足気味の最終回で感動が薄れてしまうような、そんな気もするんですけども、はい、まあ気になりますね。はい、アベマ TV で見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れません、ご注意ください。いきます、3、2、1、スタート。行こう新しい頂き。素走りルートだったな。お、そうですね、めっちゃ曇ってたもんね。さあ、葵の高山病が果たして、ええこと言うの、日向。金剛、金剛棒だったかな、これ。金剛杖か。六根症状うるさい。どっこいしょに変わったね。背景の坂が化け物やな。売り切れとる。へえ。あ、そうだっけ。今の実写みたいだね。7号目高
いな、豚汁で750円か。まあまあそりゃそうか。750円もするんやね。そうやね。ダウンとかなかったらどうやって登ってたの。前回葵が影富士、あ、またまたなのか。え、嘘やろ。マジか。日向やな。前回楓さんたもんね。いやー、マジか。まさかの展開やなこれ。どっちなのねこれ。ああ、そうそう、口笛吹いてたな。
いやー、ちょっともう2年連続それは酷やで。そうや、半袖の外国人カップル、もう上まで行ってんのかな。3400m。ちょっともう涙腺やばいんですけども、これ青いきそうやな。羊羹置いてきたもんね。羊羹か、出たー。 おじいちゃんみたいね。まだ もうちょいか。山頂の扇や。わ、山頂着いたね。
頼むぜ天気。来た。出た。半袖じゃないやん。ニキの時半袖じゃったっけ。あーニキの時はね、八合目からたまるみたん。行くしかあるまい。頂上富士館。みんなと景色を見るためや。前回言うてたな。3776m。あ、ああ富士山からの手紙ね。自分かな。
未来の自分にね。ああ、これか、ゆでたん。で、宝永山やったかな、ココナちゃんが見たやつってたん。え、じゃ、え、楓が見たやつってたか、どっちだっけ。ココナちゃんか、宝永山みたいって言ったん。未来の自分、これ。1年前の自分やね。うわ、これ一気のオープニング時間かい。スタッカートディーズやったかな。あ、違うわ。あ、海田由紀さん。これスタッカートですよね。わあ、懐かしい。兄貴、うん、スタッカーですよ。テストか。ああ、ココナちゃん入ってきてるやん。ああ、めっちゃいい、これ。また明日やほー。いやー、これでほんまに山の住む終わりかー。またいつか。またいつかやっほー。続編来てくれ。まあでも、もうね、富士山登頂してもうたもんな。いやー、よかったわ。ちょっと本来富士登山に2話ぐらい欲しかったけどね。うん、ちょっとまあ最初の4話が1期から3期の振り返りだったから、まあ、自分は去年の3月のね、8日から15日やったかなにかけて、見たんですよ。1期 2期3期と、そして山のすす、え、思い出プレゼントか、 OVA のね、全部 D アニメに上がってるんで。で、まあ、残念ながらこれのリアクションに関してはもう全部消えてしまってるんでね、もう振り返りようがないんですけれども、ちょっと一周しかしてないんですけども、このスタッカートデイズはね、やっぱ名曲やなと思うんで、よう聞いてました。あと、2期のね、前半クールのエンディングの、レッツなんとかかんとか、小倉優衣さんのね。いやー、まあ、また葵がね、今回も、高山病なったけど、日向よね。もう自分のために登山しようぜ、みたいな、いいこと言うわ。さらにね、前回、2期の時はね、楓さんが付き添って、で、ココナちゃんとね、2人で日向は、山頂まで行って、あん時確かに口笛吹いとったね。うん、まあその口笛効果あったかは分からんけども、まあ葵なんとかね、まあ、飛び込み宿泊できて、なんとかね、山頂登れてよかった。ちょっとあっさりやったかなってのはやっぱあるけど、いや、ちょっと涙はね、ちょちょぎれる程度でしたけども、やっぱ感動したね。あ、またこれ無理なんかな、5期に続くかなって
ていうちょっと期待もあったんですけども、まあでもあんま引っ張ってもねあれやし、これでほんまに終わるんやとしたら、ちょっと山の隅はマジでコミック買おうと思います。このアウトドア系ゆるキャンから始まっ、まあ自分はゆるキャン初めて見て、山のすすめ見て、ほんでからスーパーカブ見て、あと何見たっけな、アウトドア系は、ちょっと忘れましたけども、やけど山のすすめが一番好きなんですよ。ゆるキャンよりも山のすすめの方が好きですね。やっぱこの日向と葵のねこの友情っていうのがあるんで、ゆるキャンではそこまでその友情的なことは書かれてはいなかったんでね、まあ、あの劇場版はまたちゃいましたけどね。やしその辺のちょっとその、どういうたんやかな、その絆の深さっていうものがさらに深、ちょっとゆるキャンよりは深く書かれてるかなと思うんで、その点で大好きです。もうやっぱ日向の笑顔がたまらんのですよね。まあよかった。でそのやっぱりね、富士山にあの登頂しても、あこんなもんかっていうのが、これまでみんなといろんなとこ登ったからやっていうのね、最後のピースを取りに来たんだっていうのがめちゃくちゃ良かったわ。ここが最大の目標というんではなくてね、そのもう目標はほぼ達成してたんやなっていうことが、なんかその葵が感じた部分がねすげえ良かった。いやまたいつかヤッホーか、ちょっと山のすすめはロスがやばいかもしれん。はい、ということでごめんなさい、長いこと喋ってました。これ結構ロスになった方多いんじゃないでしょうか。あの山のすすめに関してはね、僕はもうリアクション動画に関しては再生数はもうほんまに全て2桁だけでしたけどね、もう不甲斐ない結果で申し訳なかったです。山のすすめのファンの方もうすいませんでしたね。もっとこう山のすすめが広まればいいなと思いますね。はい、あのぜひこの感動を共有したいと思うんで、何卒コメントよろしくお願いします。はい、以上です。よかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。はい、じゃあここからね、1000日達成しておりますんで、まあ自己紹介聞いてやってください。今回だけは聞いてやってください。はい、僕はですね、世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、子供向けのパフォーマンスやっております。普段ですね、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでやればできる諦めない、これを伝えてくれてパフォーマンスしてるんですけども、現在ね、コロナの影響で2年10ヶ月ほど仕事ございません、貯金でなんとかやってます。そんな中、いつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1000日ですよ。今日で1000日達成しました。ね、4月の25日には一度引退宣言しましたけども、まあ、皆さんに支えられてここまで来ることができました。ちょっと感慨深いものがありますね。で、まあ、去年ですね、推定2000本以上、8月18日より一昨年の4月頭ぐらいまでのね、ほぼ全ての動画ぶっ飛びましたけども、まあ、その悲劇乗り越えてやってきてますが、13年以上使ってきたこの本職のチャンネルでスタートしてしまったんで、現在は9月の14日に分けまして新たに本職のチャンネルを作ってますんで、ぜひそちらの応援もよろしくお願いします。毎日19時に動画投稿してます。URL は説明文にありますんでね、お願いいたします。はい、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアクション職人ことマジ大予言に浜田社、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。山のすすめ最高でした。